大谷翔平の2年連続 MVP は果たして、日本時間18日午前8時以降に判明。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。ニューヨーク16日、日本時間17日、山田由紀、米大リーグ機構は17日、同18日に今期の最優秀選手、MVP を発表する。 アリーグは昨季初受賞したエンゼルスの大谷翔平投手28リーグ新記録の62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手30ワールドシリーズを制したアストロズの主砲ヨルダン・アルバレス外野手25の3人が最終候補に残っている注目の MVP は17日日本時間18日午前8時以降に MLB ネットワークの番組内で発表される 東大二刀流として史上初となる規定投球回と規定打席のダブルクリア。さらに1918年のベーブ・ルース以来となる2桁勝利。2桁本塁打を達成した大谷と今季62本塁打を放ったジャッジが一騎打ちの様相を呈している発表を前日に控え、ニューヨークのデイリーニュース、電子版はスーパースラッガー VS 二刀流の天才との見出しで記事を掲載。二人を比較した。 勝利への貢献度を示す指標、WAR、パングラフス社の数値では、ジャッジの10月5日に対して、大谷は9月4日と劣勢だとした。さらに、大谷は歴史的な活躍を成し遂げたが、ジャッジの快挙はチームは99勝につながり、ポストシーズン進出に貢献したと評価。一方で、大谷は投打で輝いたが、エンゼルスが5月以降は、 失速して重要な試合ではなくなったので、ジャッジと比較してインパクトは小さいとチーム成績の差も考慮しながら、ジャッジ優勢との見解を示した。この日は MVP と同じく記者投票のサイ・ヤング賞、最優秀投手賞が発表され、アリーグはバーランダー、アストロズが3度目の受賞。大谷はシース、ホワイトソックス、マノア、ブルージェイズに次いで4位に入った。 興味深いのは、大谷は打者として上位の3人から本塁打を放っている点だ。満票での MVP 受賞から1年。米メディアでは、ジャッジの獲得が規定路線と見られているが、連続受賞となれば、日本選手初。吉報は届くか、高木豊氏が WBC 日本代表28選手を予想。参加表明の大谷は投手で、 投落戦場の選手にも言及。元 DNA の野球解説者、高木豊氏が17日、自身の YouTube チャンネルを更新。大谷翔平投手が参加を表明した来年3月の WBC 日本代表28人を独自目線で選んだ。注目の大谷については、時期的に3月、肩が本調子でなければバッターになる。とりあえず、ピッチャーの方で入れたとし、 当主12人の先頭で名前を呼んだ。佐々木明については国際級への対応に不安を感じたとし、メジャー移籍が有力の地下と共にメンバー入れ替えの可能性も指摘。他の候補には、日本ハム加藤らの名前を挙げている高岸が挙げたメンバーは以下、当主、大谷、ダルビッシュ、山本、宮城、今永戸郷、高橋博士、大勢、地下、栗林、湯浅、 佐々木明、保守、森、海、坂倉、内野手、村上、山田、牧、玄太、坂本、浅村、菊池亮、外野手、鈴木、塩見、柳田、吉田誠、近本、近藤、周東、野手も吉田誠がメジャー遺跡の可能性があり、菊池亮、周東は条件付きで名前を呼んだ。括弧で周東。 吉田がメジャー1年目だと多分できないでしょう。そうなると、バイプレイヤーの周到。周到はどこかで入れたい。内外やできるなどとし、今月の合衆戦ではメンバー入りしていた岡本は佐藤明などを外した理由などにも触れたアテネ五輪ではコーチとして日本代表の選考に関わったが、 どれだけ時間かけたかと当時の苦悩なども語っている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。